伊勢茶。伊勢茶とは、三重県内、特に旧伊勢国で古くから産出していた日本茶のこと。新茶の収穫は、早いところでは4月下旬から始まる。収穫した地域をより細分化し、水沢茶、鈴鹿茶、亀山茶、大台茶、渡来、渡来茶、飯南茶、小芝茶などとも呼ばれる。三重県の茶産地は、 旧伊勢の国全域に広がっているが、大きく分けると、鈴鹿山麓に広がる北勢地域と大港山脈に広がる南西地域が代表的。全般的に煎茶を生産しているが、北勢地域はかぶせ茶、南西地域は深むし煎茶に特徴がある。主な産地は北部と南部で、代表的な産地は、北部は四日市清水沢地区、鈴鹿市、亀山市、 小物町南西部、南部は宮川上流域及び串田川中流域、松坂市、渡来町、大台町及び滝町である。特に四日市の水濁地区には茶畑が多い。水沢地区の茶栽培農家数は1960年代以降減少しているが、2000年、平成12年時点で全農家306個のうち、 192%に相当する281個が茶栽培を行っている。南西、松阪市、滝郡、伊勢島の茶の県内シェアは、栽培面積で29%、生産量で23%であり、北勢には及ばないが、松阪市伊南町や滝郡大台町、渡来郡渡来町では、特産品となっている。1970年代まで、生産量は、 増加傾向が続いていたが、1980年代から伸び悩み、1990年代には減少に転じている。大北はじめ文はその要因として、日本における茶の消費量の減少と生産者の高齢化、紅茶不足を指摘した。なお、三重県内では、伊勢紅茶のブランド名で紅茶の生産もされている。緑茶用とは異なる、紅茶専用品種が用いられる。 鈴鹿市の公式ウェブサイトでの説明によれば、三重県北西地方における茶栽培は、平安時代に僧侶の玄安が茶の木を植え、空海時伝の製茶法を伝承したのが始まりとされる。実際に空海ら平安中期以前の帰国像が足しなんでいた茶は、大陸で製品化された断茶を持ち込んで消費していたのであり、当時は茶栽培は伝わっていない。栽培法と、 聖茶法が伝えられたのは、鎌倉政権が成立する頃であり、後世になって空海に結びつけられた伝説として作られた経緯がある。東国の主要茶産地である狭山においても、同様に空海とほぼ同年代の帰国像である縁人が茶栽培をもたらしたとする伝説が作られている。室町時代から江戸時代には五子合伊勢商人が伊勢茶を日本中に広めた。 滝郡柳原村と栃原村、共に現在の大台町では、文禄3年、1594年の県知町に茶が年貢として収められていることから、栽培していたことが伺える。江戸時代には、雲津川上流の市市郡川上村、後の八幡田村、現、津市見杉町、川上の川上茶屋伊南郡川又村、現、松阪市伊高町の川又茶、 三重郡の水卓茶や小物の茶が発達し、現在では、主産地ではない、伊賀国、現、伊賀市、名張市でも多くの茶税が納められていたことから、茶栽培が盛んであったことが分かっている。幕末に鎖国が解除されると、茶の需要が増し、工場製酒工業の発達にも結びついた。また、松坂商人が、江戸で、川又茶を販売し、竹川竹斎は幕末に、伊沢村で、 茶栽培を奨励するとともに、製茶工場を建て、横浜にいた弟を通じて、輸出を開始した。明治時代初期には、催面積が4000ヘクタール超あり、静岡県よりも広かった。1884年、明治17年には北、アメリカに向けて、四日市港から、鈴鹿茶が出荷されるようになった。三重県各地に茶業の功労者がおり、三重軍室山村。 現、四日市市産町の伊藤小左衛門、安義郡無垢本村、現、寿司芸能町、無垢本の駒田彦之城、伊南郡川又村の大屋貨幣が挙げられる。菜園面積が最大になったのは1892年、明治25年。栽培の前世紀は、大正時代で、煎茶、万茶、玉露、ウーロン茶などを栽培していた。北勢地方では、ピークを過ぎると、 クワ畑の拡大が始まるが、第二次世界大戦中は、草園の急減に対して、草園の減少は緩やかで、戦後は、急激に面積を拡大させた。全国的に知られる、静岡県のものや宇治茶、佐山茶、やめ茶、ヤマト茶などと比べると、伊勢茶の知名度は、低いと言えるが、栽培面積、荒茶生産量ともに、三重県は、第三位である。2009年、 平成21年度の日本の荒茶生産量に占める三重県の割合は8%である。また、静岡県産や鹿児島県産の茶と比べて荒茶価格は低めである。これは戦後に茶栽培の立て直しが滞ったためで結果として伊勢茶は知名度のある静岡茶や宇治茶の原料茶となってしまった。しかし近年需要が高まっている加工用原料茶、 アイスクリームなに、使用には、全国第一位のシェア、82%を持つ。2000年、平成12年に、環境に優しい安全安心な伊勢茶作り運動を、開始、2003年、平成15年に、生産履歴の基調を柱とする、伊勢茶ガイドラインの制定を経て、2004年、平成16年には、伊勢神宮に初めて、伊勢茶の初物を奉納した。年、 平成19年3月に地域団体商標に認定され、翌4月には商標登録されたことを受け、関係団体では積極的な PR の展開を決めている。三重茶農業共同組合では、情報通信技術 ICT を導入して、伊勢茶トレーサビリティシステムを運用している。特にアミノ酸の一種である手アニを多く含んだカブセ茶、 大い茶の生産量については全国1位である2009年度統計。これは三重県全体の生産量の約24%を占めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。